ルセラフィムのメンバーがアイドルにならなかった場合、彼女たちは全く異なる人生を送っていたでしょう。最近、彼女たちはそれぞれが学校で何を勉強し、アイドルとしてのキャリアを歩まなかった場合、どのような職業に就いていたかをそれぞれ発表しました。では、それぞれの予想外の答えを見ていきましょう。チェウォン。チェウォンは獣医学を学び、その分野で働くことを選びました。動物が大好きなので、獣医学を学びたかったと彼女は言います。彼女は思いやりのある性格なので、きっと素晴らしい獣医になっていたことでしょう。カズハ。メンバーたちは、彼女のダンスの経歴を知っているので、カズハはバレエをするかダンサーになっていただろうと考えました。しかし、実際には彼女は言語学と文学を選びました。それを聞いたメンバーはそれにも納得していました。カズハが文学の教授として教壇に立っているのを想像できますか？ユンジン。ユンジンは学校に行く予定でしたが、アイドルになる最後のチャンスを得られたため、実際には学校に通うことはありませんでした。彼女は自分がどの専攻を選んだかはわからないが、ビジネスを副専攻にすることを考えていたと述べました。また、彼女の素晴らしいコミュニケーション能力のおかげで、どの分野でもうまくいっていたでしょう。桜。桜は最初から医者になることを決めていました。そしてメンバーは彼女の迷いのない答えを称賛しました。ウンチェ。意外なことに、最年少のウンチェは警察官になることを選びました。メンバーは彼女の決断に感心しました。彼女は犯罪事件のビデオを見るのが大好きなので、探偵のようなものも素晴らしい選択肢だと思われます。続いてです。エスパの肌の色が加工され、世界的な議論を引き起こす。美白主義は許容されるか。外国人が韓国の編集を批判する理由と題された投稿が、SNS で今日、大きな論争を巻き起こし、美の基準や文化的認識に関する議論が再燃しました。急速に拡散したこの投稿には、エスパのカリナ、ニンニン、ウィンターが映っています。これは、ニューヨークヤンキースの試合で撮影された一連の画像ですが、彼女たちの肌は自然のままの色とは異なり、著しく薄い肌の色で加工されています。問題の火種となったのは、投稿者が元の画像と加工された画像を並べて、疑問視されるような編集が行われているのではないかと、コメントしたことです。加工された画像では、カリナ、ニンニン、ウィンターの3人の肌の色が、実際よりも明るいトーンにされていました。このような変更が、韓国のエンターテイメント業界内の美しさの基準に、どのような影響を与えるか SNS で議論を呼びました。あるネットユーザーは、韓国人が写真を編集して肌を非常に白くして、非現実的に見えてしまっています。これは本当に問題だと思います。歪んだ美の基準を作ることは良くないと述べ、これに同意する他の人々が、そのような編集が非現実的な理想を生み、それを見た個々の自尊心に悪影響を与える可能性があると述べました。しかし、ネットユーザーの反応は一様ではありませんでした。一部の人々は、美の基準は主観的であり、外部の意見によって決定されるべきではないと主張しました。彼らがそれを好きかどうかなんてどうでもいいでしょう。東アジア人は白い肌が好きなので、それでいいんだろ。私たちは彼らに合わせて美の基準を変える必要があるの？とコメントした一人のユーザーは、国際的な批判が韓国の美の基準に影響を与えるべきではないと感じていると、多くの人々からの共感を呼びました。さらに、画像の信憑性に関する議論も起こりました。複数のネットユーザーは、元の画像自体が、誰かの手でさらに加工されていたのかもしれないと主張しました。そして、肌の色を加工した画像が蔓延しているという、投稿者の主張に異議を唱えました。この議論は、美に関する認識の複雑さを浮き彫りにし、一部のユーザーが写真と現実のアイドルの外見の間の、認識の不一致に驚く姿を明らかにしました。議論が続く中、韓国と国際社会の両方でそれぞれが自身の考えを明らかにし、メディアやエンターテイメントにおける価値基準についてのさらなる問題が表面化しています。次の話題です。ニュージーンズのヘイン、突然の活動休止でファンを驚かせる。その理由を見てみましょう。グループの練習中に足を骨折し、一時的に活動を停止することになったニュージーンズのヘイン。4月10日、ニュージーンズの所属事務所であるアドールは、
グループのファンコミュニケーションプラットフォームであるホニングを通じてヘインの怪我に関する公式の通知を発表しました。こんにちは、アドールです。ニュージーンズメンバーのヘインに関して残念なお知らせをさせていただきます。彼女は練習中に負傷したため活動を休止することになりました。練習中に足の甲に痛みを感じたため病院に行き、精密検査を受けたところ足に微小骨折が見つかりました。彼女は医療スタッフから回復するまでできるだけ動きを制限するようアドバイスを受けました。これによりヘインは活動を休止し、回復と療養に専念する予定です。ヘインが元気に活動を再開できるよう私たちも全力でサポートさせていただきます。ありがとうございました。報告によるとヘインは練習中に足の甲に違和感を感じました。その後の医学的検査で微小骨折が判明し、医療関係者は一時的に活動を中止し、回復と健康を優先するよう彼女に助言しました。この逆境にもかかわらず、ニュージーンズは5月24日と6月21日にそれぞれ韓国と日本でダブルシングルをリリースする予定です。さらに彼女たちは6月26日と27日に東京ドームで待望の第2回ファンミーティングバニーズキャンプを開催する予定です。ヘインの怪我のニュースは今後のリリースとファンイベントに向けて準備をしている重要な時期に突如発表されました。 SNS 上ではバニーズが次のようなコメントを寄せました。アドールさん、お世話になります。ヘイン、回復に必要な時間をかけてください。早く良くなってね、ベイビー。ヘイン、早く元気になってね。ヘイン、ゆっくり回復してください。私たちはあなたが早く良くなることを願って星に祈ります。フォニングを持っているバニーズ、彼女にポジティブなメッセージを送ってください。そのような骨折は回復に時間がかかるのでカムバックに間に合わないと思いますが回復を祈っています。ファンはヘインを応援し、彼女がすぐに回復することを心から応援し、早くステージに戻ってくることを願っています。続いてです。 TWICE のナヨンが最近の Vlog でアイドルとしての彼女の忙しいスケジュールを明らかにしました。彼女はファンのためにニューヨークに到着してからトミー・ヒルフィガーのファッションショーに参加する一連の活動を記録してくれていたのです。到着前、ナヨンは南アメリカと中央アメリカでどれだけ忙しかったかを明かしました。南アメリカツアーに参加してメキシコに行って、ブラジルでコンサートを終え、ニューヨークに飛んできて今ここにいますとナヨンはファンに報告しました。ニューヨークに到着した直後、彼女は朝食をとり、シャワーを浴びてさらに忙しい一日を始めました。長時間の移動の間ほとんど睡眠をとれなかったため、彼女は完全にダウンしていましたと言いました。それだけでも過酷なスケジュールなのに、なんとその日のうちに韓国に戻る予定でした。今日到着したけど今日韓国に帰るつもりとナヨンは語りました。彼女は自分の狂ったようなスケジュールについて信じられないと大笑いし、さらに私の人生なんてこったというキャプションを挿入しました。すぐにファッションショーの準備を始める時が来ました。彼女は飛行機で少し眠ったので徹夜のような疲れを感じることはなかったようです。幸運なことにニューヨークにいる興奮が彼女の目を完全に覚ましたのです。